皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。本日なんですけれども、9月の6日の金曜日、現在時間が2時15分でございます。今日撮っていきたい動画なんですけれども、シュガーソングとビターステップチャレンジでございますね。これを何時間でコピーできるのかっていう企画をやっております。前回までで3時間経過いたしまして、一通りフレーズの確認は終わりました。で、今日なんですけれども、予定としては30分の練習で、もう通して繰り返し繰り返しやっていこうかなと思っております。それで次回あたりスタジオで生のドラムセットで最初から最後までちゃんと撮れればと考えております。ということで、今日は繰り返し練習いってみよう。
ということで現在2時45分48分ぐらいですかね、30分ほど練習いたしました。もう今日は通しながら細かいところのチェックというのをやりまして、前回から少しフレーズが変わったところもあります。はい、ということで、本日9月6日ですね、ここまで3時間半経過しまして、一通り撮影のための、最初から最後まで通し終わりました。あとはスタジオでバッチリかっこよく演奏するだけでございます。まあ、2時間やったとして、まあ、準備とか除いて1時間半やったとして、やっぱり5時間ですかね、5時間での終了を目標にスタジオ頑張って入りたいなと思うんです。ということで次回がおそらく最終回になると思いますので、ぜひ最終回の仕上がりを楽しみにしてください。そして皆さんもこの曲難しいんですけれども、僕の動画を参考になるかな、一緒にチャレンジしてもらえればなと思います。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。この動画面白かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではバイバイ。